どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。今週ね、7月8日土曜日なんですけども、約1年ぶりにね、ビーズのライブ愛知公演行ってきます。すごく楽しみです。はい、ちょっとね、天気が今のところ雨っぽいんでですね、せめて晴れたらいいなというふうに思います。今日のトークテーマなんですけども、この間ねツイッター見てたらですね、ビーズの各アルバムからですね、今日の気分で一曲ずつ選んでいくというね。まあ、そんな投稿があったんでですね。あ、これは面白そうだなと思ってですね。今日はそれをね、トークテーマにします。アルバム全部やってたらすごい大変なんでですね。二つに分けます。で、今日はデビューアルバムビーズから11までを対象にしたいなと思います。グリーン以降のアルバムに関してはまた別の動画でね、やりたいなと思います。結構ね、これやったらね、迷いまくって結構難しかったです。というわけで皆さんもぜひコメントで参加してください。じゃあ、それじゃあ行ってみましょう。じゃあまずですね、アルバム B's から11まで、こちらですね。はい。じゃあ、1枚ずつ行きましょうか。まず1枚目 B's。これはですね、ハートも揺れるナンバーを選びました。はい。ハートも揺れるナンバーね、もうしばらくライブで演奏されてないんですけども、個人的にはね、ちょっとこう、ムードのある曲で結構好きなんですよ。今の B's に近い雰囲気もあるような曲ではあるんでですね。僕は結構この曲好きですね。これ最後の演奏って93年ジャップザリッパーかな。まあ、後に94年のセブンスブルースってアルバムに、スレイブトゥーザナイトって名前でね、AC になってね、復活するっていうね。スレイブトゥーザナイトもライブでやってないんじゃなかったっけ。はい、じゃあ次、2枚目、オフザロックですね。これはもうセーフティーラブですね。まあ、稲葉さんも言ってましたけど、おしゃれな雰囲気っていうのがね、この2枚目に結構来てるんじゃないかなと思うんですけども、特にね、このセーフティーラブはですね、本当におしゃれで、こうなんかスイートルームとか、花束とかね、こうバブルの男の匂いがね、ちょっとするんですよね。まあゴージャス感があって結構この曲好きですね。次、ブレイクスルーですね。こちらはですね、僕は隣で眠らせてを選びました。このブレイクスルーってアルバムは、いわゆるそのダンスミュージックの全盛期のアルバムになるのかな。で、その中でこの隣で眠らせてはね、あんまりこうダンス色がないというか、なんか不思議な曲なんですよね。なんかこう雲の上で聴いてるかのようなね。ファルセットっぽい歌い方もね、この曲ぐらいからちょいちょい出だすんですよね。君の隣で眠らせて、帰るところは一つだけ。まあこれ今のビーズでやったらどうなるのか逆に楽しみな曲ではありますけどね。次、リスキー。これはですね、ヴァンパイアウーマンですね。ラブファントムの原型というわけではないんですが、こう魔性の女性を、このヴァンパイアウーマンっていう言い方をしてるのがね、僕はすごくこう稲葉さんっぽいなという気はします。これ最後に演奏されたのって、2009年のインワタウンでしたっけ？ CD バージョンよりもこうライブバージョンの方が結構ね、重厚なアレンジがされてて結構僕は好きかな。うん。はい、じゃあ次、インザライフ。やっぱり僕はトゥナイト、イズザナイトかな。キラキラした感じは、もうこの時代のビーズを象徴すると言っても過言ではないですね。このトゥナイトがですね、そのアルバムの2曲目だったのも結構これは意外でしたよね。今思ったら。大体ビーズのアルバムって、その2曲目ぐらいまでは結構激しめの曲持ってくるパターンが、まあ多いんですけども、なぜかこのアルバムに関しては2曲目にこの夜の感じの曲を出してきたっていうね。普通だったらこのアルバムの中盤ぐらいにね、置く曲じゃないかなって個人的には思うんですけども、ちなみにビーズはですね、この曲をレコーディングするときは、雰囲気を出そうと思って、レコーディングスタジオに、当時、通われてたであろうと、まあ、飲み屋のお姉様方をこうスタジオに、お呼びしてですね、お酌をさせながらレコーディングに臨んだそうです。はい、じゃあ次、ランですね。ランはもう月光ですね。こう松本さんの、綺麗なメロディーと稲葉さんの絵を描けるような情景。まあ、この二人の才能が本当にミックスされて出来上がった両曲ですね。まあ、月光はね、今でもたまにライブで演奏はされるんですけども、まあ、本当にいい曲。亡くなった稲葉さんのお父さんもこの曲が好きだって言われてるのは僕はすごく印象的です。本当にね、夜この曲を聴くとしっくり聴きすぎて、もうこの曲の世界観から抜け出せない時あるんですよね。じゃ次、セブンスブルース。こちらはですね、マイサッドラブ。まあ、セブンスブルース自体はですね、結構暗めの曲が多いんですけども、このマイサッドラブに関してはそんなこともなく、割と明るめの曲。明るめの曲なんですけども、まあこれ前別の動画でも言いましたけども、こう男のね、ハマってちゃんをね、まあ表現した歌というのが正しいんでしょうかね。まあ男だったら必ず一度は思うであろうことがそこに詰められてます。女性の皆さんはですね、あ、男ってこんな気持ちで私を見てるんだっていうのがね、ちょっとね、わかる歌ではあるんですけどね。はい。じゃあ次、ルースですね。僕はもうこれに関しては綺麗な愛じゃなくても。まあメロディーも綺麗なんですけども、やっぱ稲葉さんの詩ですよね。多分この綺麗な愛じゃなくてもっていう歌はですね、いわゆる純粋な男の恋心を歌った曲じゃないかなと思うんですよ。だから純粋であるがために、綺麗だと思ったものがそうじゃない時の衝撃がすごかったっていうところがね、ミソじゃないかなと
思います、激しい声で手に入るのは気持ちの悪いミルクなのっていうね、あの稲葉さんの詩の中でも本当に名言だと思います。そして、ラスサビの誰の言葉もくだらないしいらないっていうところがね、すごくもう自暴自棄な感じがして、すごくこの主人公の心情の変化をね、表してるんじゃないかなと思います。じゃあ次サバイブですね、サバイブはですね、まあ、シャワーですね。もう本当にイントロからこうエモいというか、これ真偽のほどは定かじゃないんですが、あの勝慎太郎さんと当時交友があって、で勝慎太郎さんがお亡くなりになっちゃってですね、それを忍んだ曲というふうに未だに噂はされてるんですが、未だにね、あの真相は分からずなんですが、ただそう考えて当てはめていくとすごくね、こう泣ける歌なんですよね。あの松本さんのメロディーも本当に素晴らしくて、聴いてるだけで、夏の日の夕方の海岸線沿いというかを歩いてて、急に雨が降ってきたっていうのがなんか脳内で再生されてしまうんですよねこれは本当にね、あの名曲だと思うんですが、ライブの演奏頻度は極めて少なくですね、まあ当然このサバイブツアーでしかやってないんですけども、そのサバイブツアーでさえ新潟公演ぐらいでしかやってないんじゃなかったっけ。それ以外の公演で確か俺やってないんですよね。いつかね、このシャワーっていう曲がライブで聴ければと思います。次、ブラザーフット夢のような日々、まあ、これはその好きというよりかは、なんとなくこの曲が逆に言えば目立つんですよ。なぜかというと、ブラザーフット全体的にハードロックの曲が多いんですね。で、ちょうど確かこの夢のような日々ってちょうど真ん中 5曲目ぐらいに入ってなかったっけ。急にね、ほっこりしだすっていうね。で、この曲、あの、珍しいのがですね、松本さんのボーカルが入ってるんですよね。で、確かこの前年にですね、あの、松本さんがノッキンティーアラウンドっていう、松本さんの歌が入ってるアルバムをリリースするんですね。まあ、その影響もあってなのか、この曲には松本さんの生歌が入ってるという。ただこれ、あの、ライブで演奏は一回もされることもなく、ブラザーフットツアーの客出し曲として使用されただけだったっけね。まあ、アコースティックなビーズというか、まあ、本当にアコースティック好きな方にとってはね、すごく好物な曲になるんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ、最後、11、扉。まあ、この扉もですね、あの、ライブで一度も演奏されたことないんですね。サビになると急に激しくなって、で、それ以外の部分がめちゃめちゃおとなしいっていうね。サビだけグイーンなんですよね。なぜかね、この扉は一部のファンに結構人気があるというか、ライブでもなんか演奏してほしいっていう声が上がる曲ではあるんですが、まあ未だにライブで演奏されたりっていうか、まあこの手の曲はおそらくライブでは相当扱いにくいような気もします。サビで稲葉さんが声を張り上げる感じがね、僕はすごく男らしくてかっこいいなと思います。まあ、11自体はね、あの、すごくこう、重厚なロックな曲が多いんでですね、その中でもこの扉はですね、まあ、聴いてみたら結構面白い曲なんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、というわけでですね、B’z から11までをね、一曲ずつピックアップするっていう、そんな回だったんですけども、いかがだったですか？これ皆さんぜひね、本当にやってみてください。結構ね、あの、迷うところがめちゃめちゃあるんでですね。うん。はい、それともう一点、告知です。7月5日、夜の8時半から、生配信でですね、ちょっとまだこう生ライブをやろうかなと思います。今回もですね、カラオケ機器を一切使うこともなく、映像と音源すべて持ち込みで、やりたいなと思います。で、今週、さっきも言った通り、B’z の愛知公演があるんでですね、テンション上がってきちゃってですね、お届けしたいなと思ってちょっとやる感じになりました。ちょっと今から練習してるんですけども、すごいまたね、セットリストがすごい歪なんでですね、そこら辺も楽しみにしていただいたらと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。